女優の綾瀬はるか、39とストーンズのジェシー28が交際していることが明らかになった。24日のニュースポストセブンで報じられた。ジェシーはスタートエンターテインメントタレントで随一のコミュ力の持ち主と称される。出演映画で綾瀬とマンツーマンレッスンし、ズドン愛に発展したようだ。写真。 ダークヒロイン綾瀬はるか大胆衣装で登場ニュースポストセブ7によると、2人は2022年夏に行われたアクションサスペンス映画「リボルバー・リリー」23年公開の撮影で共演し、親交を深めたそう。クランクアップ後に連絡を取り合い、食事を共にする友人関係を経て交際に至ったという。これについて追跡取材し、綾瀬の所属事務所は、 プライベートは本人に任せておりますと回答。ジェシーが代表を務める個人事務所、ZDN、ズドンの担当者は、明日、25日、発売の女性セブン様にジェシーからコメントさせていただいておりますので、そちらをご確認いただけますようにお願いいたしますと答えた。共に交際を否定しなかった。ジェシーはストーンズの中心メンバーで、お笑い好きな一面を持つ。 コミュニケーション力が高く、人たらし、でもあり、共演した人を魅了する。制作会社関係者は、スタート者タレントでナンバーワンと言っていいくらいのコミュ力に優れる。すぐに相手の懐に入り込み、食事に行って仲良くなれますと話す。リボルバー、で綾瀬は元諜報員ジェシーは綾瀬を追い詰める陸軍隊員をそれぞれ演じた。 劇中には二人が一対一で激しく戦うアクションシーンがある。映画配給会社関係者は、おちゃらけたイメージのジェシーさんですが、アクションシーンでは綾瀬さんに絶対に怪我させないように配慮していたそう。綾瀬さんは、受け身もできるので、ガンガン来てください。と伝え、作品のクオリティにこだわっていましたと明かす。撮影に入る前、 キャスト同士でアクションシーンの動きについて綿密な打ち合わせを重ねた。その際、綾瀬は疲労が溜まっていたか、自身の動きが飛んでしまうことがあったそう。ジェシーは、次は右です。お腹にパンチしますと囁き、綾瀬に動きを助言したという。密かな、マンツーマンレッスン、があったわけだ。芸能プロ関係者は、 ジェシーさんがデビューしたタレントは仕事が激増すると、限られた時間内で楽曲の振り付けを覚えます。俳優として出演するドラマや映画のアクションシーンの動きも楽曲の振り付けのようにこなし、覚えが非常に早い。自分に余裕があれば共演の女優に丁寧に教えるので、親密になりやすいんですよと話す。ジェシーは19日、ZDN の設立を発表したばかり。 ニュースポストセブンの取材に対し、綾瀬との交際について自ら仲良くさせていただいております。ズドンと自身の一発ギャグ、ズドンを交えて回答したのもポイントだ。芸能関係者は、スタート者のグループのコンサートではラストにメンバーが、ウィーアーと問いかけ、ファンがグループ名を叫ぶと指摘。ストーンズではメンバーが、ウィーアーと問いかけ、ファンがズドンと叫ぶことに触れ、 ズドンについて、SixTONES メンバーとファンがつながる大切な言葉ジェシーさんもそれを分かっていて、取材への回答に、ズドンを入れたことに本気度がうかがえますとした。